久保さん。まあ、すごい時代になりましたよね。本当にあの、0円でできますからね。うん。だからなんだろうな。このすごい時代に生まれてるけど、すごいものを使わない昭和かと。<laughs> そう。明治かと。ね。対象かって話じゃないですか。僕たち今、令和ですからね。うん。やっぱあの、この時代に生きてるんだったら、この時代で使えるものを、 使うまあ、この億万長者合宿で、その名言、格言、手持ちのカードって出ましたけど、令和の手持ちのカードって何ですかね令和ってまあまあいろんな手持ちのカード、令和カード使いますよ。令和カード。これ、令和カードにしておきましょうか。令和カードいっぱいありますよ。<laughs> でも、それ使わないんだったら、うーん、まあ、得られる収益も得られないですね。 うん、令和時代に生き,生きてるんだったら、令和カードいっぱい使った方がいいと思いますよ。うん。で、これ使わないと、まあ、本当にビジネスがき圧迫するかなと。まあ、普通のビジネスはやっぱり、あの、固定費、確実にかかりますんで。うん。だから、この、情報ビジネス、情報発信っていうのが、異様なんですよね、久保さんね。だこのうまみを知れば知るほど異様っていう、特にまあ久保さんはリアル店舗やってたので、 ま正直本当に天と地の差じゃないですか、これって。マジで。ま久保さんが僕はもうリアルテンポやらないし、やったことないですけど、まあ、思いますよ。リアルテンポすげえなと思いますし、でも久保さんはやってたんで、多分ね、身を擦り切れるほど、なんかもうすげえ身に染みて感じてる、感じてると思います。これすげえな、みたいな。 これ、やらないのバカじゃねえって思うぐらい、もう本当に骨の髄から、多分思ってると思いますよ。うん。でもそれは、そう思えるようになったのは、久保さんがその情報ビジネスマスターしたからですね。情報発信マスターしたからなんですよね。だからまあ、マスターしないと、まあその価値っていうのは分からないと思いますし、マスターしないとうさんくさいと思うかもしれないですけど、本当マスターする価値はめちゃくちゃあると思います。 情報発信をマスターする価値は、マジでね、めちゃくちゃありますね。ありすぎてしゃあないですね。てかメリットしかないので。うん。はい。令和の、令和カード使っていきましょう。いってらっしゃい。